はい、どうも J チャンネル J です。タイトル動画ですね、激安の初心者セットギターを買って、まあね、1週間使った感想で、ね、言ってみたいと思います。まずね、まあその、正直な感想を言うとですね、よく回るし悪く回る、どっちとも言えないという。例えばただ13,999円の値段にしては全然いいです。昔の激安セットなんかに比べたらはるかにいいと思います。作りもいいし、ただやっぱりその、まあ、作りがいいというわけじゃ悪くないという、難しいところなんですよ。ちょっと悩むとこですね。じゃあこれが絶対いいですよって勧めるってどうかな、皆さんがハッピーになれるかなという感じのことを考えたら、だからその自分の出せる範囲の、もっとこう 5,6 万出せるならもっといいのがあるだろうしね、そこらの微妙なとこは何と言っていいかわからないとこですね。ただ思っていたよりかいいと。このドナーというのはあんまりちょっと無名ですけどね、やっぱりこう、ただ3万5万出してヤマハを買った方がまあいいかもしれないですね。なぜかというと、やっぱりちょっとね、音はいいんですよ。音は全然いい、全然いいですよ。気に入った音です。ただね、ネックのね、このギターのね、このどうかな、弦の高さがあるんですよね。これがちょっとね、若干買った時より高くなってる。だから高くなってるってことはネックがね曲がってるってことなんですよ。見えないか。ネックがねこう反ってくると弦高が高くなって弾きにくくなるんですね。だからやっぱりちょっとこういう感じのがあるんじゃないかなというか、ちょっと見えないけどね、こういうのもあります。不安もあります。あとはですね、やっぱり作りがまあ雑なのはしょうがないです。表はまあまあなんだけど、なんかホロスコープっていうのがあるんです。それでこう見たらね、結構作りが雑で、隙間が空いてたりしてます。ちょっと見てもらいましょうか。こんな感じですね。はい、こんな感じですよね。ざーっといって、中にね、サウンドホールの中に入っていくんですけど、グッと入っていって、ちょっとしたらですね、このネックのとこはね、もうすごくこうね、隙間がすごいです。こんなに隙間があるもんだと。まあ、糊の跡とかは仕方ないにしても、結構こうね、切りっぱなしの木材っていう感じが、まあこれがまあ値段に相応するし、まあ、これちょっと今ね、ここですね、ここちょっと、ちょっと下がってみます。こう割れてますよね、これ。ここ、木が割れてます。これはちょっとやばいですね。あとここも一箇所割れてますね。線のところのとこも亀裂が入ってます。ここですね、ここも亀裂が入ってます。いやーすごいなこれ。ここら辺りもですね、まあ、穴を開けただけの感じですね。こういう感じでしょうね。すごいなあ。こういう感じになってんだね。ここらもちょっとすごく間が空いてますよね。ブレーシングのとこ間が空いてます。隙間がちゃんとこう設計通り作ってないのかなっていう感じ。こういう感じですね。という感じのね、まあ、中の方見ましたけどね。やっぱりそれはね、13,999円でやろうと思ったらしょうがない。しょうがない。だから正直に言いますと、13,000いくらでセットが手に入るんで始めたいっていう方はこれでいいと思います。悪くないです。ただ後々問題が出てくるかもしれないので、お金がある方はやっぱもっともっとね、ヤマハとかアコラのあたりを買えばいいんじゃないでしょうかね。まあそのだから、ただしこれが 1年持つかって言ったら、1年持った時にかなりどうかなという感じもしますけどね。あとはね、エレアコだったんですけど、エレアコの6弦がね、非常にこう音がちっちゃくてほとんど出ないという感じでした。でメーカーに言ったらですね、メーカーはその修理はできないけど返品対応しますということだったので、まあ対応はきちっとしてくれるらしいですね。返品してまた新しいのを再購入してくださいということでした。まあでも13,000円だったら、まあ生音がまあまだって、ね、練習するんだったらもう全然これで問題ないしね。チューニングもそんなにはもう思ったよりは狂わないし、本当にすごい進めるかって言ったらすごいくは進めません。だけどやっぱこう値段ですからね、13,000円ぐらいしかなかったら、あんまり余裕がない人はこれでも十分ですと僕は思います。ただ余裕があればもうちょっとね、ヤマハとかこの辺りを買ってもいいんじゃないでしょうかね。まあそれはもうしょうがないですよ。値段によってね、まあいろいろあるし、やっぱ作りもあるし。だから僕が驚いたのは、
昔の初心者セットよりか随分良くなってるってことは、ね、これは間違いないです。間違いない、本当に。ただまあそうね、まあ歯切れが悪いけどね、ただ僕はあの買ったの、これ買ったのは初心者セットってどんなもんだろうなと思って買っただけで、で思ってた以上に良かったです。ただおすすめした時に、例えば年配の人でね、50代60代の方で、まあ、まあもうお金がある人はこれを別に買う必要ないしね、5、6万とか10万のギター買えばいいわけだしね、そういった意味では、ね、初心者が初心者セットを持たなきゃいけないっていう理由はないです。ないです。ないけど一つだけ言えることは、フレットがあるでしょ、抑える時にやっぱりこうローフレットばっかり抑えるから1フレット2フレットあたりがちびるんですよね。ちびりが早いというのもあるので、あんまり高いギター買ってもちびりがあるとなかなかバランスが取れなくなる。上手くなればこっちの方も使えますけどね、最初の方はこっち、これしか使えない、そういった意味はありますけどね。結論から言えば、とりあえず 13,999 円出せるんだったらもうこれでも十分、これあって始めたらいいと思います。あとは J チャンネル見て練習してもらったらできると思います。だけど、まあ、お金があるんだったらね、もうちょっといいの買ったらいいなと思います。ちょっと まとまりがない答えで ごめんなさいね。話はそれますけどね、今回ちょっとこう楽器店行ってね、弾かしてもらったんですよ、ギターを。そしたらね、あの前々から気になっていたテイラーの新しくなったやつですね、 A12E というエリアコなんですけど、これがね 7,8 万なんだけど、意外と思っている以上に良かったです。アカデミーシリーズという感じでね、こんな感じなんですか、エリアコになっていて音は結構良かったです。10万以上のクラスの音がすると、思いました。であとはちょっと欲しいなと、買おうかなと思ったぐらいまでの、またまたテイラーでね、114C、 これが良かったですね。昔の 114C は新しくなってね、ウォールナットみたいなこう材質が変わったんですけど、これが1万2、3000円だったかな、いや違う、12、3万だ、あーこれ8万ぐらいだったらすぐ買えますけどね、12、3万だとちょっとね貯められますけどね。でもまあ練習用とか、まあまあ音はいいし、エレアコだし、ライブでもこれぐらいだったら使えるしね、1本あってもいいじゃないかなと思いますんだね。今あるのはギブソンだから、ギブソンと違うタイプのギターが欲しいですね、やっぱりね、という感じがしましたね。はい、話が逸れてしまいましたけどね、激安セットを買って1週間使って、まあ感想は悪くない、だけどお金があるんならもうちょっと違うのを買ってもいいんじゃないかなという感じです。絶対これがいいという、ことではないと思うけど、これ買って損はしないと思います。これが結論ですね、買っても損はしないと思います。ただ個体があるんでね、個体の差がありますけど、僕のやったやつはビビりもしなかったし、まあまあ4万3000円でこの音があったらいいでしょう。弦は張り替えてますので、ちょっとこうそこらはちょっと近いかもしれませんね。弦は1000ちょっとぐらいするエリクサーの弦を、ライトゲージを張ってます。ちょっと違いますけどね、そういう感じでございますけど、ちょっとはい、という感じで、まあ参考になったかどうかならなかったかな、まあ初心者セットの感想ですけどね、感想は本当にね難しいところなんですよね、難しいところです。だけどまあ買って損はないです。でもお金が余裕があるんだったらもうちょっといいの買ってもいいかもしれないと、ちょっとこうなかなか煮え切らない、なんかあれでね、申し訳ないんですけどね、まあ、それはしょうがないですよね、もう値段があってあれだから、どこでこう自分がね区切りをつけるかはもうその人の、持ってるあれし、ね、その経済力もあるし、いろいろあるし、そういったのもやるしかないのでね、そこでまあ判断してもらったらいいと思います、という感じでした。今回激安セットを買って1週間使った感想でした。ではまた J チャンネルでした。